はい、今回はですね、関数攻略シリーズの動画の第6回目ですね。今回はね、青森県と秋田県とできれば三重ぐらいまでやっていきたいな、3県やっていきたいなと思って問題の方は準備しています。じゃあまずね、青森の、四角1、大問1ですねの括弧1にちょうどね、関数の問題があったんで、括弧5にあったんで、これからまずやっていこうかなと思うんですね。 y イコール x 事情について x の変域がマイナス2以上3以下の時、 y の変域はマイナス6以上マイナス6以上0以下であると言ってるわけですよね。うん、で、これね、 y の変域が0からマイナス6っていうからこういう関数だよっていうのさえ分かれば、あとはね、マイナス6の時3を入れてあげればいいので、3で QA イコールマイナス6ってなって、 A イコールマイナス9分の6、約分して3分の2なんで、答えはね、 A イコールマイナス3分の2っていうふうに出るかなと思いますね。うん。で、お次ですね。お次はちょっと飛んで関数の問題あるのが四角4ですね。うん。で、ちょっと見ていきますね。図1、これですね。丸1、反比例ですね。の、丸1は関数 y イコール x 分の16のグラフであり、2点 AB は丸1乗の点で x 座標がそれぞれマイナス4、8だって言ってるんですね。まあ、マイナス4なんで、A の座標もマイナス4ってすぐにね、ここに計算していれば出るので、B もね、8の2って出ますよね。で、括弧1、もうすでにね、Y 座標出しちゃったんですけども、点 A の Y 座標はこれマイナス4が答えになりますよね。うん。で、あると。点 P は Y 軸上にあり、Y 座標は、点 B の Y 座標と同じであるって言ってるから、これ2なんで、点 P の座標は0、2だっていうのがこれでわかるよねと。うん。で、丸2は2点 AB を通る直線であり、丸2と Y 軸との交点を9とすると、次の括弧1か括弧3のに答えなさいと。点 P を通り、直線丸2に、平行な直線の式を求めなさい。丸2の式じゃあちょっと求めちゃいましょうかね。で、そうすると y イコール、これ x が、12増えて y が6増えてるので2分の 1x っていう傾きができるかなと思うんですね。で、あとは、切片ですよね。マイナス4を入れてこっちがマイナス4になればいいので、これはマイナス2になりますよね。うん、まあこんな形でいいかなと。で、括弧に行きますね。点 P を通り、丸2の直線に平行って言ってるんで、 y イコール2分の 1x で、切片これ2ってもらえてるのでね、さっき出したんで2って、これが括弧2の答えになりますね。うん、まあこれは基本問題ですよね。図2、は図1に丸3、丸4を書き加えたもので、丸3は y イコール4分の 1x 事情のグラフであり、丸4は直線 x イコール t である。また、丸4と丸2、丸3の交点をそれぞれ rs とすると、この時次の re に答えなさいと。s の y 座標を t を用いた式で表せって言ってるので、これはこれなんでね、答えは4分の 1t 事情が答えになりますね。うん。で、e の方いきますね。四角形 PQRS が平行四辺形になる時の t の値を全て求めなさいって言ってるんですね。で、さっきね、丸2の直線求めて切片マイナス2っても出てるんで、Q の座標っていうのはまず0マイナー2、点 P もさっき出しましたよね、0、2なんで、
平行四辺形ってことはこの PQ と SR の長さが同じになればいいっていうふうに考えてもらって、 PQ の長さこれ4っていうのがもう出ますよね、座標からね。うん、で、じゃあ SR も4でいいんだよねと。じゃあ S と R それぞれ座標をどうやって表すかっていうと、S のね X 座標を T と置くと S の Y 座標っていうのは、さっき出した4分の 1T 事乗になりますよね。 R の方はどうなるかっていうと T になりますよね。これ平行なんでね、 Y 軸に。なんでそうすると、この直線の式、さっき出したこの式なんで、2分の 1t マイナス2っていうふうに表すことができるよと。で、長さなんで上から下を引けばいいんですよね。4分の 1t 次乗マイナスカッコ2分の 1t マイナス2。これの長さが4であればいいというふうに考えて、あとは計算していけばいいんですね。そうするとどうなるかっていうと、4分の 1t 次乗マイナス2分の 1t プラス2マイナス4イコール0で、 t の次乗を4倍してあげればいいですからね。で、マイナス 2t マイナス8イコール0で t で、因数分解してあげて、マイナス4の t プラス2イコール0、したがって求める答えは t イコールマイナス2と4っていうふうに出れば OK かなという感じですね。青森の方はね、こんな形で関数の問題っていうのは出てましたね。で、秋田の方にじゃあちょっと行こうかなと思いますね。で、秋田の問題がどこだ？青森が終わって、秋田の問題。秋田の問題が、これかな？うん。秋田の問題は、大問1の、カッコ7と、大問2のですね、カッコ1カッコ2で、カッコ3が作図なので、ここはねちょっと飛ばさせてもらって、カッコ4っていう形で解いていこうかなと思います。じゃあね、今度は秋田の大問の1のカッコ7からちょっと見ていこうかなと思います。で、カッコ7これですよね。うん、y は x に反比例しって言ってるんですね。もうこれはもう y イコール x 分の a の形だよって言ってるんで、 x イコールの時 y が4である、この時 y を x の式で表せって言ってるんで、これまあ掛け算してあげれば定数がね、比例定数が出るんで8ですよね。 y イコール x 分の8っていう風に解けばおしまいですね。これはまあ基本問題ですね。うん、で、大問の2の方に移っていきます。で、グラフを書きなさいっていうのはちょっとね、まあざっくりだけ書いて、あとはまあちょっと自分でやってもらうしかないんですけども、これね y イコールの形に直すとどうなるかっていうと、マイナス3分の 2x マイナス2なので、切片が2で傾きがマイナス3分の2っていうような、こんな形のグラフにはなると思うんですね。なんでざっくりで、あとはもうちょっと自分でやってもらうしかないですね。じゃあ丸2の方いきますね。右の図のような一次関数 y イコール ax プラス b のグラフがあると、この時 ab の正負について表した式の組み合わせとして正しいものを次の r から a から一つ、選んで記号を書きなさいと。これまあ右肩上がりなんで A は正じゃなきゃいけないんで赤 E になりますよね。で、切片これ負なんで B 負じゃなきゃいけないんで、これ答えは E になりますね。うん。で、お次ですね。うん。次の図において A は Y イコール X 次乗、E は Y イコールマイナス2分の 1X 次乗のグラフである。点 A は Y 軸上の点であり、
Y 座標は3であると、点 A の Y 座標は0、3だって言ってるんですね。うん。で、点 B は亜上の点であり X 座標は正であると、点 C は異常の点であり X 座標は点 B の X 座標と一緒だよって言ってるんですね。点 B の X 座標が2の時、BC の長さを求めなさいって言ってるんで、2人が4ですよね。で、C も2だって言ってるから、2人が4でマイナス、2分の1なんで、マイナス2になりますよね。ってことは、これ長さ6センチっていうのが、答えになるかなということですね。うん。で、3点 ABC を結んでできる三角形 ABC が AB イコール AC の二等辺三角形になるとき、点 B の X 座標を求めなさいと言ってるんですね。まあ、とりあえず今度はですね、一回またこのね、一個前青森の問題ちょっとやってて、続いて見てもらってる人はね、青森の問題もね、こうやって T って入れてあげて、まあ、ここね、T2 乗っていうふうに置けるわけですよね。こっちも T って置くと、マイナス2分の 1T 次乗っていうふうに置くことができるんだよと。で、これ二等辺三角形 AB イコール AC の二等辺三角形になるってことはどういうことかっていうと、 A と B の X 座標の差と A と C の X 座標の差っていうのは同じにならなきゃいけないよねっていうふうな式が立てられるはずなんですね。ってことは t の2乗マイナス3と3マイナス、これマイナス1点でプラスになって2分の 1t 次乗っていうのは同じ長さだっていうのが言えるんですね。じゃないとこれ二等辺三角形になんないんでっていうふうに考える。そうするとどうなるかっていうと、これまとめるとどうなるかっていうと、2分の 1t 次乗イコール6、 t の2乗イコール12で、t イコールプラスマイナス、2ルート3っていうふうに考えることができるよねと。で、この時に、点 B の x 座標は正だって言ってるからマイナスは不可なんでね。そうすると点 B の x 座標は答えはいくつになるかっていうと、2ルート3で OK よっていうふうに出るんですね。うん。で、その次いきますね。うん、で、2番のカッコ4ですね、うん、図のように AB が4、ここが4センチだよと。で、AD が8センチの長方形 ABCD があると。点 P は点 A を出発し AD 上を A から D に毎秒1センチの速さで動き、点 D で止まると。点 Q は点 P が点 A を出発するのと同時に点 B を出発し、辺 BC 上に B から C、C から B の順に毎秒2センチの速さで動き、点 B で止まると。点 P が点 A を出発してから X 秒後の、四角形 ABQP の面積を Y 平方センチメートルとすると。X が0以上8以下の時、X と Y の関係を表す、最も適切なグラフを下の A から O から1つ選んで記号を書きなさいと。X イコール0の時、Y イコール0とし、X イコール8の時、Y イコール16とすると。で、これどうなるかっていうと、両方いっぺんにバーッと一番最初伸びていくんで、これ X イコール3で伸びていく。つまり 3X で伸びていくっていうふうに、比例の式なんですね。だから、まず、曲がってんのはダメですよね。二次関数みたいになってるのはちょっと外しですね。で、一旦、Q の方が、毎秒2センチで、ここまで行って戻ってきちゃうんですよね。うん。で、どうなるかっていうと、ここまで行った時ってちょうどこの半分の形、ちょうどこれが真ん中に来て、ここが、4の時にね、一番大きく面積がなるわけですよね。で、じゃあこれどうなってるのかっていうと、いくつかっていうと、
まあここが4でここが8なんで 12×4×1/2 っていうふうに考えることができるので、24なんですね。そうすると24指してるのは「え」か「お」かしかなくて「お」はここはね二次関数になってるのダメなんで答え「え」っていうふうになりますね。これはまあグラフの見方考え方が分かればそんなに難しくないかなと思います。で、最後「見え」までいっちゃいましょう。長くなりますけどね。まあここら辺似たような問題がいっぱいあるんでね、ぜひね、いろいろ関数の問題、各県のね関数の問題っていうのをやってみるといいと思うんですね。で、見えはどうなってるかっていうと、四角1と四角3に関数系の問題があるんですね。で、四角1はですね、まあ括弧6で反比例ですね。で、四角3が、これ実はね最後のところなんですけど、ここら辺ね三平方を使うんで、もしね、まだ2学期、入る前にこれを取っていて、公開もね夏休みにやっているので、三平方を全然やってませんよっていう人は、まあ最後の問題だけね、2学期の終わりとか3学期になってからもう一度ここのあたり見直してもらってもいいですし、今ね三平方まだ分かんないけど軽くね動画の中で説明もするんで、そこでまあ理解してやってっちゃうっていう、まあ数学好きな人とかね、関数ある程度できますよっていう人は多分やっちゃっても問題ないと思う内容ですね。まあちょっと見ていきますね。まだね、おそらく二次関数をやってない生徒さん多いんで、二次関数の学習が終わってからここ見てもらっても大丈夫かなとは思います。じゃあね、まずね反比例の方見ていきますね。これ三重の、2022年の問題ですね。Y は X に反比例し、グラフがマイナス48を通る Y を X の式で表しなさい。これはまあ掛け算すればいいんで、マイナス X 分の16っていうのが答えになりますね。まあ1番はまあ基本問題ですよね。で、四角2の方ですね。四角2はねパッと見はねそんな大したことないかなと思うけど、最後のここですね、ここが多分、苦労するところだとは思います。ちょっとね、問題文を大きくできるだけ写しておきたいので寄せますね。はい、じゃあ行きます。次の図のように関数 y=1/4x÷ 丸 A のグラフ上に2点 AB を AB があり、点 A の X 座標がマイナス2、点 B の X 座標が4であるって言ってるんで、これまあね、すぐに計算で求めてあげちゃって大丈夫です。 A は、マイナス2のこれ計算すると1になりますよね。でB の方が4の4になりますよね。で、3点 OAB を結び三角形 OAB を作ると、この時後の問いに答えなさいと。点 A の座標を求めなさい。これさっき途中に求めちゃったんでマイナス2の1、2点 AB を通る直線の式を求めなさいって言ってるので、これねX が6増えると Y が3増えてるので、まず傾きね y=1/2x でマイナス2を入れたらプラスの1になるから切片は2ですよね。で、まあこんな形で括弧2番までは終わるかなとサクッと。で、X 軸上のX が正の範囲に2点 CD を取り、三角形 ABC、どっかに C と D を とりあえず適当にちょっと CCD、を取り、三角形 ABC と三角形 ABD を作ると、この時次の角問いに答えなさいと。なお角問いにおいて答えがルートが含まれる時はルートの中をできるだけ小さい自然数にしなさいと。三角形 OAB の面積と三角形 ABC、 C どこだか分かんないですけど C の、
面積比が1対3になるとき、点 C の座標を求めなさいと。ちょっとね適当に今打ったんで、本当はもっとこっちかもしれないし、もっとこっちかもしれないんですけども、1対3って言ってるので、まずね、三角形 OAB の面積を求めに行っちゃいますね。そうすると、これさっきね、ここ切片2だっていうふうにね、直線の式書いた時に出てるので、ここの長さが2だなって分かってるので、 X 座標をそれぞれね、足してあげます。足すっていうかね、長さを、ここの長さを足せばいいので、ここが2でここが4なんで、そうすると底辺が2、うん、まずこの三角形の面積ね、底辺が2で考えて、高さが2と4なんで6っていうふうに考えてあげて、三角形なのに2分の1してあげると面積6で、ABC の面積っていうのは、 ABC ちょっとどこに C が来るか分かんないんですけども、まあこっちかもしれないし、まあこっちかもしれないんですけども、点 C の座標っていうのを C0 みたいに置きましょうかね。うん、どこだか分かんないんですけど、で、C0 で考えた時に、おそらくなんですけども、まあABC なんで、まあ、まあここら辺にあるとしましょうかね、とりあえずね。うん、そうすると、どういうふうに考えたらいいのかっていうと、まあこういうふうに四角形をちょっとね考えて、それから、まあ各三角形を引くみたいな形で考えていきます。そうすると、DC、まあ、C プラス2みたいな形になって、高さが4になるっていうのがこの四角形なんですね。そうすると四角形が4括弧、C プラ2でまずできますよねと。こういうふうにこう四角形を書いてもらって、で、まあこういう三角形なんで、こういうね、でまずここの三角形の面積を引いてあげる。三角形だから2分の1してもらって、C プラ2で高さが1だから、まあ1はまあ掛け算しても1なんで、っていうのをまずここの部分を引いてあげると。で次にここはどうなるかっていうと、これもマイナス2分の1してあげて、今度はねここの高さは C、マイナ4で、この高さ、まあ、底辺に当たるところが4ですよね。だからかける4してあげて、もう一個ここの三角形引きます。そうするとそれが2分の1、うん、三角形なら2分の1してもらって、B から2なんで辺の長さ6で、ここが4-1になるんで3っていうふうになるんで、まあこれちょっと計算するとどうなるかっていうと、4C プラス8で、2分の1マイナス2分の1か8で、マイナス2分の 1C マイナス1で、ここのところを見るとこれとこれで2ができて、マイナス 2C で、プラスの8で、これがマイナスの9で、これが3倍ですよね。さっき面積出したの6なんで、イコール、18なんで、これマイナス18してあげる。まあここのとこちょっとまとめていきましょうか。そうすると4と2で 2C で、 2C から2分の 3C っていうのができますよね。で8と8で16で、マイナス12、あ違うだ、マイナス10か。そうするとプラスの6が残って移行すると、マイナス6になるんで12で、 C は 12×3/2 なんで、1の4で C イコール4
ってことはここが4なんで、点 C の座標は4、あ、4じゃない、あ、4じゃなくて8だ、ごめんなさい、8ですよね、 2×4 だから8で、80っていうふうに出るかなと思うんですね。うん、で、最後丸にですね、三角形 ABD、 ABD、 また D がちょっとどこにあるか分かんないんですけども、 D が AD、 B が各90度の直角三角形となるとき、点 D の座標を求めなさいと。で、これはね、三平方を使って解いていく問題なんですね。で、三平方って、まあ、ざっくりちょっとね、このとこちょっとだいぶ書いちゃったんで一旦消させてもらって、座標をねもう一度、マイナス2の1と、これが44だったかな、うん、で、三平方っていうのを使っていきます。ここにね、90度ちょっとできたら、ここにもね直角三角形を作って、こういう形で三平方を使っていきます。で、三平方ってどんなのかっていうと、直角三角形があるときね、まあ直角三角形90度作ってもらって、 ABC、 A と B はどっちが A でどっちが B でも構わないです。この時にね、 A の2乗プラス B の2乗イコール C の2乗っていうのができるよというふうに考えてもらって、ここの2乗とここの2乗がここの2乗になるよと、で同じようにここの2乗とここの2乗がこの斜辺の2乗になるよっていうのを使って、でまたここの2乗とここの2乗、斜辺の2乗っていうのは今やったやつで、またここが出るよねっていうのでやってきます。なのでまず、線分 AB を出しに行きます。 AB の長さで、 AB の長さを出すにはどうするかっていうと、ここでね三平方直角三角形があるんで、まず A と B の、長さっていうか、このあれですね、 X 座標の差を出します。4マイナスマイナス2なんで、ここの長さは6で考えます。で、4引く1なので、ここ3で考えます。そうするとどういうふうに出せるかっていうと、6の2乗プラス3の2乗っていうふうに計算してもらって、36プラス9でルート45、まあルート45で計算しちゃっても大丈夫です。これ答えとして使わない場所なんでね、まあ一旦ね9ルート、5っていうふうにやっても構わない、9ルートじゃ3ルート5だ、3ルート5ってやっても別に構わないです。どっちでも、まあこっちの方がどうせね平方根を後で外すんで、ここで計算しちゃって構わないです。こっちにしても別に構わないんですけど、いちいちもう一回2乗してもまたこっちに戻すので、手順としてはこんな感じになりますね。まずここの長さ出すと、AB の長さ出すと、で AB の長さ出したら三平方を使っていくんで、今度はね、D の座標って言ってるから、 D の座標はまあとりあえず、D0 としておきましょうか。まあスモール d 使ってもいいですけど、でそれで計算していくとどうなるかっていうと、仮にねここら辺にあるとしたら 4-d、 4-d の2乗プラス、まあここの高さは4になりますよね。4、うん、の2乗と、あとここはどうするかっていうと、D プラス2の2乗、あ、スモール D にしてもらえたら合わねえな、うん、で出して、ここの高さは1ですから、プラス1の2乗っていうのがここで表すことができるんですね。でそれぞれそのまま、45、今ここルート45って出たんで、2乗してね計算してあげて、これで何でしょうね、まあ成り立つ D を探しゃいいだけなんですね。なんでこの方程式を解いていきます。そうするとどうなるかっていうと、 D の2乗をマイナス 8D プラス16プラス16で、D の2乗プラス 4D プラス4プラス1マイナス45イコール0っていう形、うん、
でまとめていくと、2D の2乗をマイナス 4D で、これがいくつだ、37のマイナス、8イコール0で、 D の2乗マイナス 2D マイナス4イコール0で、D イコール、まあこれね、解の公式使ってやっていくしかないので、そうすると、1プラスマイナスルート5で、この時にですね、D の条件が X が正の範囲っていうふうに出てるので、これマイナスだとね、ルート5って2よりも大きくて3よりも小さいっていうのは多分もう分かると思うんですね、1学期終わってるんで。そうするとこれマイナスだと負になっちゃうんで、 D はこれ1プラスルート5しかダメですよね、条件から出ちゃうので。でそうするとじゃあ点 D の座標でって答えるかっていうと、1プラスルート5カンマの0というふうに、まあ答えが出るかなと思うんですね。うん、こんな形で計算ができればいいと思います。ちょっとね、30分超える動画になっちゃったんですけども、まあ、関数のね、学習、夏休みの間少しでもやっておきたいとか、2学期ね、2学期に入って2次関数の学習が終わってからやってもらっても構わないですし、三平方のところっていうのは2学期の後半ぐらいに学校で、あるいは3学期の頭ぐらいかな、三平方をやるのは、そんなような学習工程だと思うので、もしね早めに関数の勉強とか入試問題やっておきたいという人がいたら、まあチャレンジしてみてください。こんな形で解ければいいかなと思います。今回はね、以上で解説を終わりにします。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメント等いただけると次の動画の作成動機になりますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。